遠距離用空中戦装置 JFBS-3 改めのレドーム JFBS-3 は航空自衛隊の警戒管制用レーダー装置。レーダーサイト用の大型固定3次元レーダーであり、開発は技術研究本部、製作は三菱電機が担当して、1992年から1999年にかけて計7機が取得された。 また17厨房に基づきミサイル防衛に対応して回収されることになり平成20.21年度に回収が行われた航空自衛隊では自動警戒管制組織の建設に合わせてレーダーサイトに国産の3次元レーダーを導入することになり1972年より JFBS-1 の運用を開始したしかし 全国28カ所のレーダーサイトに対して JFBS-1 が配備されたのは7カ所、よりコンパクトな JFBS-2 も11カ所に止まった。残りのサイトはアメリカ空軍から引き継いだ NFBS-20 捜索レーダー及び NFBS-6 速高レーダーの使用を継続していた。これらのアメリカ製レーダーは順次に近代化改修が 図られていたとはいえ、その後継として、1990年代以降の航空脅威に対処できるレーダーの開発が求められるようになった。1981年12月、航空自衛隊は、次期警戒管制レーダー装置の運用要求書を作成し、1982年1月には航空幕僚幹部による要求性能書が決定されて、3月には、 技術研究本部に対する開発要求書が発出された。一方、技術研究本部ではすでに1967年よりフェーズドアレイレーダーの研究を進めており、昭和46年度には最初の実験装置である電子操作アクティブ空中戦装置を研究施策、続いて昭和47から48年度で S バンドの新方式レーダーを試作した。これは、 メグロの第一研究所12号館屋上に設置されて羽田上空の航空機を捉えることに成功したが、これはアクティブフェーズドアレイ方式として日本初の成果であった。これらの成果を踏まえて上記の開発要求書に先行する1979年により、すでに東芝と日本電機、そして三菱電機の参加、協力の下で、 将来の警戒管制レーダーに関する部内研究が着手されていた。1983年11月には試作機担当会社が三菱電機に決定され技術研究本部を中心として官民一体となった設計製造が開始された。1986年10月より飯岡試験場において技術試験が開始され、1987年6月までに レーダー福域の飛行試験36装手を実施して実環境における基本的な機能、性能の確認を行った。また7月からは実用試験も同時に実施されて、地上試験及び計171装手の飛行試験により技術的評価を行った。技術試験の成果は1989年1月の研究開発評価会議で、また実用試験の成果は、 同年5月の装備審査会調整部会で了承されて、1989年6月には部隊使用承認が下りた。開発経費は43億円とされる。初号機は1992年3月31日に京画三崎分屯基地に配備されて、運用試験の後、同年9月より運用を開始した。その後、1999年にかけて、 K7 機が取得された予想される航空脅威に対処できるレーダーは主進行方向に対する探知能力の大幅な向上とともに高機動目標の追尾能力の向上も求められた。一つのレーダーでこれら二つの要求を両方とも実現することは困難であり、それぞれの狙いを明確にした遠距離用と近距離用の二つのレーダーで構成することとなった。これら二つのレーダーを 分散配置することで、システムとしての高換性も向上させられるものと期待された。これらのレーダーでは、阻止アンテナごとに、半導体マイクロ波送受信モジュールを有する、半導体アクティブフェーズドアレイアンテナが採用された。これは、電子操作による柔軟なビーム制御が可能で、また、大電力、高感度受信化による、小目標探知も可能な点に着目したものであった。 ビーム操作用の移送機には、ダイオード移送機を、送信電力の増幅用には、電解効果とランジスタ増幅機をそれぞれ用いている。また、アンテナ素子に電力を分配するための電力分配機には、軽量、小型のストリップライン型を用いている。システム構成としては、これらの空中線装置のほか、信号処理装置及び表示制御装置等から構成されている。 近距離用空中戦装置のそれぞれに対レーダーミサイルを合誘導させてアンテナを保護するための疑似電波発生装置も設けられている。上記の通り、本システムでは分散配置化による高換性の向上を図っているが、この際に光ケーブルを用いた遠距離、高速、大容量データ連送技術を警戒管制レーダーで初めて採用し、 レーダーアンテナとオペレーションルーム等を隔離することによって、要因、機材の安全確保を可能とした。また信号処理装置などは地下に設置されており、さらに高換性を向上させている。なお17厨房に基づいて、本システムをミサイル防衛に対応して回収することになり、平成20.21年度に回収が行われて JFBS-3 改めとなった。 2018年、三菱電機は、太陽国軍が更新を予定する、防空レーダーの入札に、大軍側の要求に合わせた JFBS-3 のダウングレード版で応札したが失注し、太陽国軍は、スペインのインドラシステマス社の3次元レーダーを購入した。2020年、フィリピン空軍の防空レーダーの入札に、三菱電機が開発。 製造する固定式レーダー3機、移動式レーダー1機が落札された。3月4日に落札通知が発行され、契約額は55億ペソ。同社が固定式レーダー J、FPS-3、移動式レーダー JTPSP-14 を開発した経験から新たに開発する内容である。2020年8月25日、契約が成立した。 2021年後半から2022年に配備予定。2014年に武器輸出基準として防衛装備移転3原則を決定後、国産防衛装備の完成品の輸出は初めてのことである。ありがとうございます。